エルチのプロテスタント教会、1930年に建てられた。エルチは、ハンガリーのフェイエール県の北部、マルトンウアーシャール郡にある、小都市で人口は8078人である。この地域に新石器時代以降人類が住居していた痕跡を周辺で出土された数々の遺物が示している。カルパチア盆地は、青銅期代には、 様々な民族が住む場所になっていたため、エルチでも複数の異なる民族のものだとされる出土品が発見されているが、その民族名などは不明である。鉄器時代になると、ケルト族が現在のブダペストの周辺に移住し、エルチもケルト族の居住地となった。ケルト族が残した出土品は少ないが、19世紀にエルチでドナウ川に発見された3つの半球でできた。 腕はないし、足輪がその一つである。紀元一世紀にローマ帝国はドナウ川までその国土を広げ、ドナウ川に沿って国境防衛のための要塞を複数建設し、現在のハンガリーのダナンチェル地方にあたる地域をパンノニア州と呼んでいた。よって国境防衛のためパンノニアにローマ軍が複数の基地を置き、その周りに町ができた。例えば、 現在のブダペストの北部にあたる土地にアクウィーンクムというローマの町があり、パンノニア州の首都として機能していた。エルチにもローマ軍の要塞があったものの、ここにローマ人があまり住まず、鉄器時代以降この地に住んでいたケルト人はそのままに暮らしていたようだ。また、後にローマ人によって移住させされたゲルマン人も住むようになった可能性もあると考えられている。 この説は、ゲルマン人の墓の特徴を示している4世紀の墓の発見に裏付けられている。ローマ人に由来している、出土品は道しるべになっていた縦石のみであるとはいえ、小都市周辺からは、ドナー川の川床から高価などローマのものが多く、出土していた。433年頃に、粉族がパンノニアを攻撃し、ローマ帝国はパンノニアからの撤退を余儀なくされた。 紛族の襲来以降の時代の、いわゆる民族大移動時代の出土品で、エルチに関わるものは、ほぼないに等しいが、ローマ軍の要塞がこの地域に移動してきた、諸民族に利用されていた可能性が高いとされる。895年にマジャル人がカルパート盆地に入り、いわゆるマジャル族のカルパート征服が起きた。900年にドナウ川の西側も、マジャル人の領土になり、 マジャルの属長の土地は、現在のセキシフハーバーの周辺に広がっていたため、エルチも属長の直轄領になっていた。1000年にイシュトバンによるハンガリー建国があり、ハンガリーは諸州に区分され、エルチは1009年にフェイエール県の一部となった。しかし、エルチという名前の町がいつから存在しているかは、定かではない。 1037年のものとされた文献にはすでにエルチという名前は出てきているが、この文献は後の時代に書かれた創作物だということが判明している。エルチに関する最古の情報は、タマーシュフが1186年にエルチのベネディクト会の修道院に埋葬されたということであるため、エルチには少なくとも1186年以前から修道院があったことがわかる。 この修道院の建物はロマネスク様式で作られたが、これも12世紀頃に建てられたことを示している。12世紀から13世紀までエルチは修道院の領地になっていた小さな村で人口は80から100人くらいであった。この時期のエルチの人々は農業、牧畜、漁業で生計を立てていたと考えられる。1241から42年のモンゴル襲来で、 ハンガリーは壊滅的な被害を受けて首都はブダに移された。これによってエルチを縦断している街道の重要性が増し、14から15世紀にエルチは地域で最も豊かな街になった。しかし、この幸運は長く続かなかった。16世紀にハンガリーはオスマン帝国に攻撃され、ハンガリー王国軍の1526年のモハーチ、 での敗北後、ハンガリーはオスマン帝国の手に渡った。首都ブダイの街道がエルチをも通っていたため、オスマン軍は何度もこの道を通って、エルチ村民に被害を与えた。そのため町の人口は著しく減じ、一時期は全く人が住まなくなっていた可能性すらある。そこで、1627年頃にエルチにオスマン帝国が要塞が建て、町は 再び重要な役割を果たすようになった。ただ、人口は未まだに少なかったため、オスマン帝国の勧めもあって、1630年に、現在のボスニアやセルビアから、スラブ人がエルチに移住した。エルチには主にカトリック教徒のクロアチア人が移住し、町の復興に大きく関わった。1686年にブダは、オスマン帝国より奪還され、エルチも再びハンガリーの領土になった。 しかし、オスマン帝国の支配がなくなったとはいえ、ハンガリー南部では戦争が継続していたため、エルチ周辺での軍隊の動きは激しく、エルチ村民も何度も特別税などを払わされた。オスマン帝国との戦争が終わった後、エルチにとって平和な時期が来た。この平和な時期に街の復興が進んだ。その象徴として1767年に現存している。 バロック様式の教会の建設工事が始まり、1781年に竣工した。この時期に人口が以前の2倍に増え、1746年の教会の期日によると807人がエルチに住んでいた。1784年にヨーゼフ二世によって実施された国勢調査によるとエルチの人口は2034人に増えていた。交通の利便性も影響して、 18世紀にエルチは、その地方の中心的存在になり、公益や農業が盛んとなった。1795年に、ドイツのベストファーレン出身のリリエン・ヨーゼフ伯爵が、婚姻によって、エルチに土地を入手し、エルチに移住した。そこに、イギリス式の現代的な農園を作ったが、ナポレオン戦争による特需もあり、事業は大変成功した。ヨーゼフ氏は、 国外から輸入した機械で農業の近代化にも努めたが、機械化による大量失業を恐れたエルチ市民によって、それらの農業機械は破壊された。同氏はエルチで当時ハンガリーでは珍しかった油の加工工場を創業し、そこではひまわりの種から油が作られていた。また、ビール工場も作られ20世紀まで稼働していた。20世紀にエルチはさらに発展していった。 その発展で重要な役割を果たしたのは1912年に開業した砂糖工場である。開業した当時、エルチの砂糖工場はハンガリーのみならず、中央でも最も現代的な小規模工場の一つであった。砂糖によってもたらされた街の発展は1930年代前半の世界恐慌と第二次世界大戦によって失われた。エルチの人々はますます貧しくなり、 1939年に配給制度が導入されたが、戦況が悪化するのにつれ、配給で手に入れられるものが減っていき、闇市が盛んになっていった。1944年までは、戦場はエルチから遠く離れていたが、1944年3月頃にドイツ軍がエルチを通過するようになり、戦争は市民にとっての現実となった。最初は、エルチの上空を、 連合軍の戦闘機がただ通り過ぎるだけだったが、しばらくしてエルチへの小規模な空襲も始まり、市民たちは頻繁に鳴り響く空襲警報に悩まされた。そして1944年12月になり、赤軍がエルチ周辺においてドナウ側とかを決断し、ついにエルチも第二次世界大戦の戦場となった。この時、ソ連人民英雄という勲章が125人にも、 与えられたという記録が当時の戦闘の激しさを物語っている。ちなみにこの数字はハンガリーにおける作戦による勲章受章回数の総数のうち42%を占めている。戦後、ハンガリーはソビエト影響権に置かれ共産党が支配を取った。エルチの農地が国営化され農業組合が創立された。1950年に ハンガリー軍での渡過作戦に特化した建設工兵隊の基地がエルチに置かれ1998年まで機能していた。エルチの工兵はユーゴスラビア紛争の際破壊されたモスタルの橋などの再建に関わった。エルチはフェイエール県の北東部に首都のブダペストから約40キロ南にドナウ川の右側に位置している。地理的地域で言うと ハンガリーの肥沃な土地であるマゾーホールド平原の北東部にある。北にはハンガリー最大の石油生成所があるサースハロムバッタが隣接しており、東にドナウ川の対岸には右側とフェリーで繋がっているシゲチュージェイォルーがあり、南にはやや離れたところに行政上エルチの一部となっているチナトレップがあり、約5キロ西に農村のラッカージアターが位置している。 都市は国道6号に縦断されている上、2011年に開通した M6 高速道路も近くに通っているので、車での交通はかなり便利だと言える。ただし、電車での交通はそうは言えない。エルチオ、ブダペストとユナオバロッシュ線が通っているが、駅は中心部からだいぶ離れている以上、駅舎は荒れ果てているので、電車での交通は不便なところがある。 1912年に佐藤工場ができてから1990年までエルチで佐藤産業が盛んであったが体制転換の際に行われた民営化の後工場は停止した都市の西側にある工場は現在は廃墟に化している2001年に自動車部品メーカーの日本企業の武蔵精密工業の工場が建設され現在も稼働している 2009年に食品工場も作られたが、企業内の権利争いなどのせいで、工場は未だに止まっているが、近年、工場は他の食品会社に買収された模様である。1959年にソスエラムバタに作られた石油生成所の一部がエルチが有している土地にあるため、企業税の一部がエルチに支払われている。また、 この石油生成所を多くのエルチの人が職場としているので、エルチ側からも直接生成所に入れるようになっているだけではなく、生成所を運営しているモル社が他の町も含めてエルチからもバスで従業員を送迎している。エルチの象徴的建物になっているのはバロック様式で1762から67年の期間に建てられたカトリック教会である。南から エルチの方面に行くと、この黄色の教会が荘厳な姿で、街の上にそびえているのは遠くから見える。しかし、教会の保存状態は完璧とは言い難い。そのため、近年に補強工事が行われた。多くのハンガリーの街のようにエルチにも、カトリック教会のほかに、プロテスタント教会もある。19世紀後半に、エルチにプロテスタント教徒の数が増え、 それに応じて1930年に建てられた。この教会はカトリック教会ほど象徴的ではないが2016年に改修工事がされたので建物の状態はかなり良い。エルチの北端にやや離れたところにエトウエシュ・ヨーゼフの霊廟がある。この霊廟自体は1871年に建設されたが、その隣にハンガリーの有名な彫刻家のイブル、 ミクローシュの設計をもとに1879年に記念碑も建てられた。エトウエシュ市は最初はここに埋葬されたが、霊病はバンダリズムの犠牲になったので、エトウエシュ市の遺骨は町の中心部にある同士の銅像のもとに移された。近年まで霊病の保存状態は極めて悪かったが、2016年にエルチ自治体の支援で建物が復元された。 エルチの中心部に市民図書館の前に1961年に作られたエトウエシュヨーゼフの銅像があり、同志はこの銅像のもとに埋葬されている。ありがとうございます。